皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。2021年7月12日をもって車椅子生活丸3年となりました。もう初心者さんとは言えないくらいの年月になってしまったんですが、2018年の7月12日に転落事故で脊髄損傷となり車椅子生活になったんですけども、この事故を起こした日、怪我をした日って中途障害の人たちの間では2つ目の誕生日とか、忘れられない日みたいな言い方をされてますが、ちょっと正直あれいつだっけっていうのがここ最近ありました。講演会をさせていただくときに日にちを言うんですけど、そういえば2018年の7月12日だったなくらいの感じで、私の中であまり怪我をした日ってそんなにもう重要な日というか、すごく頭の中で強く思う日っていうわけではなくなったかなっていう思いです。ただ一応節目としてこんな風に動画を出させていただいてるんですけども、去年の時は今死にたいあなたへということで事故の時のちょっと詳細とか思いを伝えさせていただいて、たくさんの方々から視聴していただき、元気勇気をもらいましたっていうことを言っていただいて、本当に嬉しかったですし、伝えてよかったなと思っています。じゃあ今回何話すんだっていう感じになるんですが、私の今後やりたいことというか、ちょっといろいろ正直な思いをお話しさせていただけたらなと思うんですが、怪我をした時とか入院した時とかも含めて、すごく辛かったでしょうとか、辛い思いをして復帰したんですよねとか、そういうことを言われます。ただ3年間泣くってことがありませんでした。もう隠すとかごまかすとかもなくて、ただほろりみたいなのはあったかもしれないけど、もう泣き晴らすみたいなほど泣くっていうことは全くありませんでした。それよりもやっぱりこの体で何ができるだろうな、どうしたら自分が思う楽しいとかやりたいっていうのが達成できるんだろうなっていうことを考える方が、忙しくてって言った方がいいかな、忙しくてそんな泣いてる日っていうのはなかったです。でも悔しい時だってそりゃありました。やりたいこと、どうしてもでも物理的にできないこと、ちょっとしたこととかね、ちょっとした時にこれ車椅子じゃなかったらとか、立てたらできたのにとか行けたのにって思うと、すごく悲しい気持ちになったり悔しい気持ちになったりも正直そりゃ今でもします。でもそれをずっと思ってて考えたところで何も変わらないんですよね。じゃあって SNS でつぶやいて、愚痴みたいに言ったとしても、それがたくさん拡散されて、もしかしたら国とかそういう行政の方に届くかもしれないけど、でも根本的なことっていうのはツイッターでつぶやいただけじゃ変わらないんですよ。だからそれを変えていくために、実際自分が動いて、何ができるか、どうしたらいいのかっていうのをやっていかなきゃいけない。だからこういうふうに YouTube で発信したり、実際その行政の方々と関わってお話しすることって正直めちゃくちゃ大変です。いろんな人の目を気にしながら生きているし、いろんな人の言葉を浴びながらというかね、自分の意見に対して意見をやっぱたくさん言ってくれる中で、それを受け止めながら発信するっていうことは本当に大変なんですが、でもそれでも自分のやりたいことだし、別にやらなくてももしかしたらいいのかもしれない、自分がやらなくても本当はいいのかもしれないんだけど、頭の中に浮かんできちゃうんですよね。あれやろうこれやろうって、絶対こうした方がいいよなって、こうした方がもっとみんな良くなるだろうな、じゃあ自分に何ができるだろうっていうことで、もう頭の中に浮かんで、じゃあやろう、もう浮かんじゃったらもう動くしかないみたいな感じなんですよ。だからもうなんでやっちゃったんだろう、しんどって思うことがありながらも、でもそれが少しずつ、達成されるというか形になっていくのをやっぱ見ると嬉しいですし、こんな風にだから YouTube で発信してる中でバッシングもありながら、なんかいろいろ悩みがありながら、でもそれでもたまに DM とかでコメントとかでまごさんの動画を怪我した時に見つけて、すごく勇気元気をいただきましたっていうのをこう見るとめちゃくちゃ嬉しくて、なんか本当にやってよかったなっていうふうに思いました。だから1000人に伝えて伝わったのが1人だったとしても私はすごくそれでやってよかったなっていうふうに思ってます。なのでこれからも自分のためですね、自分がやりたいなって思うことをやってるっていうのもあるんですが、自分がやったことに対して、私もありがたいです。ありがたくなりましたとか、生活が豊かになりました。楽しいって思う気持ちが増えましたっていう人が一人でも増えてくれたら、すごく嬉しいなというふうに思っていますし、そうなるようにやっぱ動いていきたいなって思ってます。この1年間たくさんのお仕事をさせていただきましたけど、それだけじゃなくて今後も、目標って何になりたいんですかってすごく聞かれます。テレビの取材とかもそうですけど、まこさんの目標って何ですかとか、まこさんが進むその先に、どうなりたいって思い描いてるんですかって言われるんですが、正直わかりません。なんか目標を立てることって大切だし、目標をこう伝えてみんなとそれに向かっていくっていうことはすごく大切なのは分かりながらも、あれもこれもやりたすぎて、なんかそのちゃんとした目標っていうのは正直ないです。ただざっくり言うと、本当に楽しく生きれる生活環境があったらいいなっていうだけですね。だから自分のこともそうですけど、自分も、例えばお金に困らず、ある程度の収入があって毎日楽しく過ごせたらいいなっていうのが目標ですし、それはもうざっくりですよね。でもそうじゃなく車椅子生活送ってる人たち、脊髄損傷の人たちとかいろんな人たちがこう家に引きこもるとかじゃなくて、もうちょっとこう一歩ずつね、前に出て外に出て自分が楽しいって思う時間が一日一日増えてくれたらいいなっていうのが私のもうざっくりとした目標なんです。じゃあそのために何するかって言ったら、こういうふうに情報を発信して、困ってる悩みを解決してあげたいなって思うし、再生医療についても保険適用になって、みんなが受けやすくなって治したいって思う部分が治って、元気に動けるっていうことになったらいいなって思うし、じゃあバリアフリーの面ではああいうところが大変、こういうところが大変っていう部分が少しずつでも治ってくれたらいいなって思うしとかっていうふうにいろいろあるんですよね。じゃあ子どもたちにも車椅子のことを知ってもらうために、だから絵本を作ったりとか、こういうふうに今回書籍をね、以前発売させていただいて、本によって、YouTube を見ない世代とかそういう人たちに対して伝えれたらいいなとか、いっぱいやりたいことがあって、いっぱいいろんな目標があって、だから一つにまとめられなくて、でも結果私は楽しいを常に求めてるんですよね。なんかいろんなことができて、いろんな生活していく中で楽しいな、毎日楽しいなって思う人が増えてくれるっていうのが私の目標なので、でもこの何していいかわからないこともたくさんありながら、模索しながら毎日ちょっと活動させていただいてます。でもそれって一人ではできないし、こういう思いとかを伝えていく中で賛同してくださる方々がたくさん助けてくださってっていうのがあるんですが、でもこんな風に口に出してできない、本当に大きな夢かもしれない、夢物語かもしれない。でもそれをどんどん口に出していくことで、自分のもし世代ではね終わらできないかもしれないけど、なんかきっと次につながってくれるだろうなっていう、その後がちょっとずつやっぱりできていくんですよね。だからこう皆さんがねやりたい思い、やりたいことをやってみたいことっていうのは本当にどん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 口に出して恥ずかしがらずに、あれやりたいんだ、これやりたいんだ、こうなりたいんだっていうことをどんどん伝えていってみてください。で、伝えた先に愚痴とかじゃないですよ。愚痴とかじゃなくて本当に前向きな目標として言うっていうことが大切だと思うんですけど、それでじゃあ一緒にやりましょうって言ってくれる人もいるし、自分が一歩を踏み出さない限りは何も変わりません。SNS で愚痴をつぶやくことは別に悪いことではないですし、マイナス発言、ストレス発散でこう伝えるっていうことも別に悪いことではないかもしれないですけど、でもそれを言ったからといって何も変わらない。じゃあ毎日毎日同じような、毎回毎回同じような愚痴を吐いてる自分を客観視してみたら悲しくないですかっていうことなんですよね。だからそれよりも、じゃあ自分がこの吐いてる愚痴に対して解決する術をわからないけど、でもやってみよう、動いてみようって何か一生懸命その解決するためにもがいてる自分の方が私はかっこいいと思うんですよね。ストレスが溜まって嫌な気持ちが溜まって吐き出して。それですっきりは絶対しないんですよ。やっぱりその根本的な悩みっていうのを解決するためには、その悩みを解決するために自分が動かなくちゃいけないって思います。そんな強い人間なかなかいないし、それはまこさんだからでしょって言われちゃうかもしれないんですけど、私だって普通の人間だし、こんなマインドで人生ずっと過ごしてきたわけじゃないし、マイナスな気持ちとか、自分の例えば自傷行為とかでねあったりとか、そういうことをした時もあった。それがかっこいいと思ってねそういうことをした時もあったけど、でもそれをやったからといって何も変わらないから、だからもっと皆さんには前を向いて頑張れるようなきっかけ作りっていうのをしていきたいなっていうふうに今後も思います。はい。これを自分で編集するのもめちゃくちゃ嫌だけどめちゃくちゃ嫌だけど、まず今後も皆さんにとって楽しいな、自分もやってみよう、これをこうできるんだったらこうしてみようとかっていう発信もしていきたいですし、私が YouTuber としてじゃなく活動もたくさんもしかしたら広がってどうなるかわからない、この1年どうなるかわからないですけど、飽きずに今後も応援してくださったら嬉しいです。ということで、あんまり何も準備してなくてお話ししたのでまとまりがなかったと思うんですけど、まあこういうお話をさせていただきました。まだ買ってない方はぜひまこちゃんの本を読んでみてください。本当に自分で言うのもなんだけど、買って読んで損はない本だと思いますので、ぜひ皆さん読んでいただけたら嬉しいです。絵本もサイトの方で、購入予約できたりするので、ぜひ皆さん買っていただいてたくさんの子どもたちに届けるお手伝いをしていただけたら嬉しいです。はい、ということで、はい、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。